あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、続きからやっていきたいんですけど、前にね、竜王軍の襲撃が、2回目のあったじゃないですか。で、その時にこの町をね、大木槌がこんな風に穴だらけにしてくれたんで、でもそれをずっと放置して私はクエストに行ってたんだけど、今回はこれを集中的に直していきたいと思います。で、とりあえず直すのに集中して直そうと思って動画だけ映して、で、編集済みのやつに今声を当ててるっていう感じで、早送りでお送りしてますけれども、でも穴を埋めるだけじゃなくって、今回はもう思いっきり街をね変えていこうかなっていうので、全体的に多分最初に映っとったやつとまた全然違う感じの街に仕上がっていくと思われる一応ね、見ていってもらったらよくわかると思うけれども、今はね、とりあえず私真ん中に旗が立ってるんですけど、その旗がちょっとね一段高くなっとんかな。で、そこの旗のとこに、全体的な床っていうか、そこをね合わせたいから、全体的に崩してやり直してちょっと平坦にしていこうと、全体的に平らに直していこうと思ってて今一瞬部屋がなくなったけど、何回もねこうやってね足元を打っていってたら、自分が穴の中に落ちてちょっと出られねえって思ったりとか、いろいろともたもたとしながらも着々と白い部分とかもね壊して土に変えていったりとかしてる。でもやり直しじゃないわやり残しとかあったかもしれんけど、その辺はね、その辺は愛嬌ということで黙れってねもうスライムとかも余裕で街の中通ってるっていう、しかも私無視して着々と進めていくよ作業を。もう一旦全部ほんと解体するから、解体してこの街もね幅をちょっと広げた、この拠点の範囲ギリギリのとこまで枠を広げて、で私はねこの街の真ん中を通るこの道を作りたいんだけど、今やってるやつね、これ道を作りたくって、この石畳を敷くのが私動物の森のハッピーホームデザイナーでも石畳とかよく使うんだけど、こういう感じのが好きだから。でもねこれ一応真ん中にパパパって敷いたんだけど、この旗を中心に合わせたいなって思って、この後これやり直すからね、今から多分流れると思うけど、やり直していく、またやり直して、で、やり直したらやり直したで、今度は入り口の位置がずれてるから、入り口も一旦壊してちょっとずらして作り直したりとかする。これね今消していってる、めっちゃ地道な作業。たまにね街の人たちがね落ちてきたりとかするから。ちなみにこの地下は埋めてないんだけど、見た目がよろしければいいじゃないかと、こういう感じで旗を中心にもう普通に町人下降りてくるんだけど、こういうのなんか多分ねみんなもっとね私よりうまく作るんやろうなってすごい思う。だって他の動画を見てもらえば分かるように、私はセンスがあまりよろしくない。一応自分の中で最大限に頑張っているけれども、でもみんなすごいよね、レベル違わんって感じ、本当に全く違う、次元が。てか思うんやけどさ、この中の主人公ってね寝んでも大丈夫なんかな。別に寝不足で体力が減っていったりとかもしてないやん。やけんとりあえずお腹空腹だけ何か食べ物を食べて補えば
何日でも起きとけるっていう超人的な、もはや人間じゃないよね。はい、一応壁とかはこれレンガウォールっていうんやけど、このレンガウォールは土の壁を、まあ、パッて一気にレンガに変えるってやつやけん、とりあえず床じゃないわ、壁も一旦全部土に変えてからこうやってレンガに変えていくっていう。このレンガ見た目的になんか綺麗じゃない？ねえ、なんかおしゃれな感じするよね。まあ第一話おしゃれじゃなくってあれなんやけどね、大きい土にも壊されない街づくりっていう。でも土よりは丈夫やと思うんやけどな。どうやろう、壊されるかな。いや絶対大丈夫やと思う、きっと丈夫だしね。まあ、多分どんどん襲撃してくるモンスターが強くなってきて、でなんかそのたんびにでもこっちも硬いっていうか、そういう丈夫な素材資材がどんどん出てきて、それを集めれるようになって、まあ、拠点を崩されないように守っていく、拠点を強化していくっていう感じ。今のめっちゃ片手間にスライム倒した感じ。そういう感じのゲームだと私は解釈している。てかこれなんかね、第一章メルキド編って書いとったんやけど、ここ以外にも、てか第二章になったらメルキドじゃなくなるってこと？第二章なんとか村とかなんか変わって、今度はそこの村が拠点になったりとかするってことかな。拠点が変わるってこと？でもなんかそういう章で区切っとるってことは、なんかこことは全く違うっていうか、こことだいぶ離れた場所を拠点にしての話っていうことになるんかな。てかあれかな、もうすでに何章も進んどる人とかおるんかな。なんかこうやってゲーム実況しようって思うけど、なんかやり込む人って本当にすごい一気にやり込んでいって、もうなんかえ、もう？みたいな、速攻でクリアしてしまう人とか、なんか速攻でどんどん進んでいってしまう人とかおるやん。もうなんか私すごいペースがのろいけんさ、基本的に。まあそんなん知っとるやろうけど、なんかペースがすごいのろいけん、びっくり。ゲームってそんなに早く終わるんだっていうか、ゲームってそんな早く進むんだみたいな。私が特別のろいだけなんかな。もうわからんくなってきた、感覚が。でもってこういうものづくりをしたり、まあ街づくり、家づくり、飾り立てとか、まあなんかそういう系のゲームとかってさ、やっぱ人の見たりとかしたら、ここまで作り込めたらすごい、絶対さらにね、今私が感じ取るよりもさらに楽しいんやろうなってすごい思う。私もう全くセンスないって親に言われるけんね。ほんとひどいって言われるよ。まあ、でもほら、自分が気に入れば良いじゃないかね。ねって誰に語りかけよんって感じやけど、これね、今ね、炉を置いたんだけど、ここでね、レンガ作ったりとかするの。でも今んとこ、あの場所で、私最初武器を作ったりとかするんかなって思ってんけど、ああいう感じの。武器は鎌かな。まあ、そんなものがこの先出てくるかどうかわからんけど。でもとりあえず今んとこはレンガとかそういうのを作りよるぐらいかな。ちなみにこれね、今回のやつで、こうやってね、パパパパって、使っていきよる、この材料とか、資材とかは、まあ、前回のクエストが終わった後に、バーって集めに行った。やけんね、動画にはなってないけど、粘土土とか、あと、石炭とか、あと、銅鉱石。前なんか多分、会話の中で言いよったと思うけど、そういうのももうすでに集めてきとるけんね。てかこれってさ、この先ずっと人が増えてったらさ、寝床とか足りになってくることない？ねえ、どうするんやろ。ってことでまあ、とりあえず作り終えた。こんな感じの街。真ん中にドーンって大通りがあって、左右に部屋があるっていう感じで。まあ、こんな感じで仕上がりましたと。思ったんやけど、あいつ寝んのやねん。兵士のやつ。
なんかね、ずっとね、いろんな部屋の戸の前に立ってさ、ほらほらほらあれ。なんかめっちゃ見張ってくれるんよ。で、なんかモンスターが襲ってきたら、一番になんかバババって出て行って戦ってくれるんやけど、なんやろ、昼間とか寝よんかな。主人公も体力減った時ぐらいしか寝よらんねやけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。続々起きてきたんやけど。